黄金寿司屋ニキフィルムゴールドが心の底から好きな人たちの反応集。簡単な説明、大阪にある寿司風の家にて寿司に金粉をかけるパフォーマンスがバズった。ゴールドエクスペリエンス。金座じゃなくて金座。寿司屋のティンカーベル。ビオランテ。闇落ち寿司職人。銀の皿に対抗してこっちは金の粉だ。塩寺の上一種。黄金の国ここにあり。ディズニーの実写作品でなんか魔法かけてるみたい。悪者気分で寿司を味わうアトラクション。すげえ下品ななりきん悪役キャラが行く店って感じでめちゃくちゃ楽しそう。 AI に頼んだみたいな映像だな。シャボン玉で遊ぶ子供みたいで可愛いと思う。人を化かすキツネかな。エルデンリングにこういう攻撃してくるやついたな。堕落長講師。これ喜ぶの秀吉くらいだろ。豊臣政権が続いた異世界の価値観。利休の気持ちわかった。寿司に金粉をかけて上品だと喜ぶ秀吉を批判した利休は後に切腹を命じられたという。利休も地獄で泣いてるぞ。さらりと千利休の地獄を近く程で草浦千家は地獄の作法かなんかか。ことぶきエンパイアの敵キャラ。マッツ、よくも金沢で寿司屋をやってる俺にこんなもんを食わせた。空流星、空流星。キンキンキン、寿司として恥ずかしくないのか。忍者スレイヤー定期。ゴールデン寿司とお茶リング。寿司の定義を乱す行為。ネオ埼玉みたいな店だな。ワンピースの映画かなんかか。ギルドテゾーロみたいでやんした。ゴルゴルのみモデル寿司屋。寿司漫画の悪落ちした主人公の旧友。寿司バトルで序盤に負けるやつ。こんなのこの後主人公の料理に負ける人じゃん。味っ子とかで敵側に出てきそうな海苔の店。君の寿司はコスト何円だい。ふふふ。俺は客が望むものをお出ししてるだけだぜ。親方、あんたよりもよっぽど客のことを考えてるのさ。こういう店主が本気で握ったら実力もあるタイプのバトルマンが好き。舐めてたらいつもの栄養と違う真っ当なもん出してきてトーナメント勝ち上がってくる強敵。金粉のパフォーマンスを主人公に論破されて退場したと思ったら再登場して真っ当に握っても強いタイプのやつ。終盤その財力や人脈を生かして主人公のピンチに食材届けてくれるタイプ。上品かどうかは置いといて私こういうザナリキン趣味みたいなの好き。不愛想なとこより美味しく食べられそう。ちょっと頭悪いくらいが楽しいから。ちょっとなら楽しいかもしれんがこれは底抜けだろう。でも楽しそうってのは伝わる。下品なんだけど下品の中の下品で好きな人は絶対好きなんだろうな。上品でもないし綺麗でもないけどバカが喜ぶためのお店なのだろうからそれでいいよね。ガイアが騒ぐことでもないさ。上品ではないけどこの瞬間テンションめっちゃ上がると思う。上品とは一切思わないけど一回くらいはここで合流したいって気持ちにはなる。ササッシよりは行ってみたくはあるゴールド店。高級なお寿司屋さんに行くって心構えでこの店だったら確実にがっかりする。ちゃんと気持ち作ってから行けば楽しそう。本当商売上手の事例だから気分的にはあんまり良くないけどすげえなとも思う。白金村にいる寿司職人かよ。金粉を噴射する発想はなかったな。そこは素直に脱帽だ。人の金で食うならいい感じだな。いやま人の金食ってるけど、こういうの喜ぶ層は寿司食わないだろうから新規開拓としてはいいのか。魚肉というより皮肉という感覚。松前直送のウニ2000円です。って食わせるより500円のウニに金粉100円かけて2000円で食わせる方が楽だもんな。こういうのを上品だと感じる人向けの店ならいいんじゃね。僕は金粉よりわさびをかけてほしいかな。いや粉末わさびこの量とか店内に対するテロだろ。サイリースプレー寿司やめろや。本当は羨ましいんだろ。涙拭けよ。拭いても止まんねえよ。いい悪役はライダー。ライダーの悪役みたいな笑顔だ。対象はいい人そう。めちゃくちゃいい笑顔でなんか笑う。職人さんの顔がやけくそに見える。職人の人なんか妙にキャラ立ってるな。金粉よりそっちが気になったわ。メガネも金縁なの徹底してるな。品はないけどこの職人さんの顔が面白すぎる。なんでこんな狙ったような悪そうないい笑顔できるんだ。覚悟を決めた男だからこの笑顔ができるってわけ。目が決まりすぎている。家族と従業員を養っていくために覚悟を決めた男の目だ。インバウンド需要。金箔料理は中国人にめちゃくちゃ受けがいい。何年か前中国で金箔入り食品製造販売輸入全部禁止になったから金持ってる人が日本に来て金食いまくって帰ってる。
中国なら風水が根付いてるってのもあるかもな。金や金色はかなりのポジティブ要素だし。赤身に金色は向こうじゃ確かにめでたそう。掛け声がゴールドなの好きすぎる。ゴールドが品性のかけらも感じなくて好き。全力でバカなことをやるスタイルなのか、ちょっと興味湧いてきた。死ぬ前に行ってみたいわ、俺も。ゴールド心までゴールドになるな。大将の前歯も金歯とかにしたい。マネーゲームしてるドラマに混ぜても違和感ないぐらいいいゼリフしてるわ。ゴールド油断したところでシルバーとかやってほしい。一見さんはブロンズからね。クロートは寿命伸びる水銀だろ。ふっ、今さら金粉なんて遅れてるよ。俺なんて水銀の方が体にいいと気づいた。こんなもん食ってたら病気になるよ。ツーは水銀。マーティニー不老長寿の飛躍かな。始皇帝まだ生きてたんだ。ケーキに人炭まぶしたりするよね。アナさんだよ。鉄板焼きとかのパフォーマンスは楽しめるんだけど、なんかこれは食欲が普通に減退する。なんでだろう。それはこれを食べ物だと思うからだ。これは食材を使った出し物や見せ物だ。食品に限らず物を無駄にしてるとか粗末に扱ってると判断するラインは人それぞれ違うから、それでいいんだ。エンタメをよく理解してるよ。一視野の対象だと思う。場に合わせたお上品な空気とそれに合わせたものを楽しむのも良いけども、こういう場でそれとは逆のパリピのテンションで場が盛り上がるのなら、それはすごく個性的で唯一無二の体験をできる良い店ではある。金粉って吸っても良いのかだけちょっと気になる。当然だけどダメで心配になるからやめろって医者が注意喚起してる。金粉吸い込むのちょっと怖いな。肺に入るの良くなさそう。心配大丈夫？絶対溶けないから一度肺の中に付着したらずっと残るの子は。マスクしろ、業務用のちゃんとしたやつだ。そのうち肺が金ピカになって死にそう。 SNS で粉塵による健康被害を心配されてて笑った。確かにこの職人は健康診断に行った方が良い。なあに肺に付着すればかえって箔がつく。食べればいいのになんで吸っちゃうの。肺の入り口についてる固体や液体と判定したら閉じる蓋が反応しないからですかね。まあ一回金粉かけられたぐらいじゃ人肺にはならんだろうけど、この職人はそのうち人肺なるだろうな。命をかけて逃げる職人の鏡。ダメだ、壺に入った。むせる。金粉が肺に入ったか。父ちゃんが死んだら肺を売ってくれな。多分母ちゃんとチビどもが大きくなるくらいにはゴールドが溜まってるはずだから。それよりこの超光合金肺ってなんか格好良くない？動画見たら笑ってるけど眉間にシワ寄ってて心殺しながらやってそうだった。絶対悲しき過去ある。天使絵でよなよな泣いてそう。客が帰った後死んだ目で机の金粉掃除しててほしい。俺のやりたかった寿司は本当にこれなのかと問い続けてる顔。このエンタメに行き着くまで眠れぬ夜が何度もあっただろう。主要時代は真面目だったことと悲しい過去があるのはわかる。うまい寿司を握って出すよりゴールドをする方が客は満足すると気づいてしまったんだ。試行錯誤の末にここに至ったと考えたら穏やかな気持ちになれる。スマホのトップ画面に子供と奥さんの写真設定してたらきっと俺も笑顔でゴールドをする覚悟持てる。この店で儲けた金で本物の寿司屋も経営してるのかもしれない。金粉がなければ生きられない身体にしてやる。うまい寿司を作るために必死に狩猟した寿司の腕前なんざ、こんな金粉一つで全部覆されちまうんだ。アンさんからは薄口ラーメンにラードをドバドバ入れたら繁盛した時の芹沢さんみたいな悲哀を感じるでやんす。この寿司職人ももしかしたら濃い口ラーメンを作った時の芹沢さんみたいな気持ちなのかもしれないよね。ラードドカドカ入れた時のラーメンハゲもこんな感じだったんだろうな。このバカしたどもが金粉だ、いいなら好きなだけ食わせてやる。あれ、やっぱ金粉がついてる寿司は違うな、みたいなことを言われるたびに嘆くわけか。本心まではわからないけど確実にプロの仕事。金粉ってうまいの？味感じたことないんだけど。そもそも消化されない、うんことして出てくるだけ、味がないし、あくまで飾り付けや演出だね。金粉ってことか。基本的に化学反応することがないので食べ物の味に影響しない素晴らしい素材だよ。日本酒でもたまに入ってるのある。金でできたスプーンや箸みたいな食器は科学的に料理の味を落とさないことが証明できるから意味があるけど、金箔や金粉みたいに口に入れるものに金を使う意味がないんだよね。原価でワンプッシュどれくらいなんだろう。想像よりもずっと安いぞ金粉。
金箔が 0.1 マイクロメートルだから10センチ四方で 0.019 グラムで金の価値としては250円くらい。金箔に加工したやつは500から1000円くらいだそう。これを5にしたら1食分は十分賄えるんじゃないかな。寿司の装飾と思えば安いもの。金は天性高いから薄く広くできる。なので金箔は重量としてはかなり軽くなる。お言葉ですが食用の金箔なんてほとんど金なんて入ってないですよ。調べたら初代だし実力のある有名店だった。なんでこんなパフォーマンスを。食べログ見たら普通の寿司はめちゃくちゃ評価高いな。バクさん！内気で控えめなのに毎日ゴールドしないといけないのかわいそうだな。パクさんも日本に来てこんなことしたくなかったのかもしれない。パクさんが韓国人の握る寿司なんか食えるか、と言っていたお客さんたちも私がこれをすると喜んで食べるんですよとか語り出したらすごい暗黒面に落ちてる感が出る。単に金箔のパクで実際には日本人だったりして。悪いオーナーがパク、何をしてるゴールドを早く負け、って言ってるのに本気の寿司勝負では金箔まかないで戦う展開まで見えた。第94巻、黄金より尊いもの。成金インバウンド目当ての寿司職人に重厚な背景とカバーストーリーを生むのはやめろ。まあ別に悪いことはしてないよな。世の中に一軒くらいこんな寿司屋があってもいい。現にこうして話題になってんだから戦略としてはとしては正解だよ。この金粉まみれの寿司貴金属買い取りに出したら売れそう。あなたの寿司高く買い取ります。ちょっと違うけど昔は珍しかった金箔ソフトクリームが兼六園の周りの店全部やってて笑ったの思い出した。さらに高いプラチナソフトクリームの店もあったな。儲けるために客を引きつけなきゃいけないし、こういう発展もまたいし、ビジネスは法に触れない範囲ならルール無用だろ。寿司をベルトに乗せて回すのもこれくらい下品と呼ばれてた時代があったかもしれないし。食い物で遊ぶな。食い物で遊ぶのと食のエンタメの境界線ってどこなんだろうな。チョコケーキの上にほんの少し乗せる程度が上品で美しいよねパパ。まあ別に客が楽しんで店も儲けられるならいいんじゃない。こういう店だって知ってる人が行くでしょ。話題にもなってる上に売り上げも良さそうだし、外野がとやかく言うことじゃねえな。ケージならまだしも、それ以外での金粉なんてどう使っても基本下品なので、これくらい振り切っても別にいいかという気もする。衛生的に見えないのでやだというのはそう。本人たちが楽しくて誰にも迷惑かけてないなら何でもいいですよ。金にしか目がないようだな。まさに金目鯛ってね。IQ 下がってきたな。